昨日できなかったから2日ぶり。今日は早い。そう、今日は早いです。今日も夜が帰るのが12時過ぎぐらいになっちゃうから、だから今日早めにやっとこうと思ってこの時間になってます。皆さんは何をしてましたか？皆さんもあれか、平日だからお仕事とか？あ、アキーさんありがとうございます。お仕事頑張ってます。お、一緒に残業？じゃあ同じだね。みんなお仕事中ってことは一緒ですね。6月は8日、あさってもう公演があったりとか、11日は札幌イベント、札幌でイベントあったりとか、あとあれだね、オンラインじゃない、直接お話し会があったりとか、あとはあれもう出てるよね、ディフアジアのフェスがあったりとかして、毎週ねみんなと会えるんですよ。そうそうそう、だからねみんなもうお仕事みんなもお仕事頑張って会える時に楽しみましょう。本当に毎週会えてる。5月もほとんど毎週会えてる気がするから。波動はね私出ないんですよ。愛ちゃんと誰だったっけ、愛ちゃんしか分かんない愛ちゃんしか分かんないけど、波動はね私じゃないんですよね。ちょっと合宿配信のさ、合宿配信の振り返りとかしてなかったんですけど、合宿配信見てくれましたか皆さん見ましたか？全部見た？アーカイブも見てくれました？学力テストさ、私4位だったんですよ。なんかみんなおバカちゃん扱いしてるんですけど、私10人中4位なので結構頭いい方なんですよね。ちょっとおバカ扱いしないで、もうしない、ちゃんとできるから10人の中で頭いい方だから。4人4位っていい方だからいい方だから、半分以上だから。平均的にね点数取れてるんですよね。あのね全部同じぐらいの点数なんですよ。全部60点台とかだった気がする。50、60点台取れてるじゃんと思って、意外と取れてるじゃん。ただズバ抜けてできる教科がなかったんですよね。どっちがいいのかあれですけど、ね、英語1位だと思ったんですけど、英語1位だった気がするんだけど間違えてたのかな。足早かった？私は勉強がそこそこできる17期の中では勉強がそこそこできて、あの運動はできないけどただ単に足が速い人みたいになってました。運動はできないみたいです。ただ単に走れるだけ、走れるだけで運動はできるわけじゃなかった。体が硬かったし、あ、あとボールも投げれたね。体はね硬かった。
でもあれなんですよ、私小学校3年生ぐらいの頃までめちゃくちゃ体柔らかくてバトンやってたから、上座とかベターってくっついてたし、あの開脚あるじゃないですか、開脚も180度開いて前にも倒れれてたし、あの足をこうやって一直線にも前と後ろに一直線にも広げられたりとかしてたんですけど、小学校4年生ぐらいから体硬くなり始めちゃって今に至ります。だからね、ちっちゃい頃は本当に体が柔らかいってね、小さい頃だったんですけど、だからなんか小4小5ぐらいからめっちゃ硬くなり始めたんですよ。痛みを覚え出したのかな、ちょっと硬すぎましたね。最下位でちょっとユキタに負けたと思って、お披露目前のさ基礎レッスンでさ、ユキタより自分の方がまだ柔らかいと思ってたけど、今回のやつでユキタよりも硬かったので、あーマジか、ユキタがめちゃくちゃ柔らかくなってる。ユキタあれ知ってるのかな、柔軟してるのかな毎日。ちょっと私もちゃんとやりたいと思います柔軟。でもみんなもやってみて、絶対みんなもあんなにいかないからとかかな。まあ走れはできたでしょ、あとボールも投げれたでしょ。ボール投げれるのびっくりしたんですけど、私中学校の時9メートルだったのに、10何メートル12メートルだっけ、増えてましたね。女子の平均でも20行く人は行くんでしょ。横投げだったね。え、そうなの、あのあネタロウさんありがとうございます。クマー、あのね、ドッジボール、女子校のガチドッジボールがもう強い子みんな横投げだったんですよ。だから横投げでやったらめっちゃ飛びました。そう、横投げ、ドッジボール強いかもしれない。横投げでしたね。横投げって良くないのかな、横投げってずる違反ですか。秋山優奈ちゃん27メートル、やば。だからさ、18期研究生とさ学力テストも体力テストもやってもどっちも完敗なんだよ。だから17期研究生で争うのが平和に終わるんです。だからそれでよし。それでよしです、いいんです、それで平和に終わろう。回転がつくからいいの。あ、そうなんだ。ガチ運動部多そう。いや、もうガチ運動部も多そうだし、ガチの頭いい人も多いからね、きっと。もうだって会話がそんな感じするもん、聞いてる会話が。今日ね、会えたらガチャガチャ持ってきたから、ゆめみんとあずちゃんにね渡すつもり。ガチャガチャ、え、欲しいですって言ってくれた、だからあげるつもりです。会えるかな、勉強来たんだけど、ちょっと眠たい。ドミノもうやんな、もうやりたくない。玉里さんありがとう。いや、ドミノ悔しすぎて、いや、やりたいんだけどやりたくないんですよね。なんかさ、ドミノさ、ドミノね、
イライラするし、あれめっちゃイライラするんですけど、ドミノ思い出しただけでイライラする。ドミノは嫌い、あれは向いてないです、私。まあ真面目にイライラする、あれ。一人で切れてて苦手ですね、私ああいう細かい作業苦手です。細かくて慎重にならなきゃいけない作業が苦手で、ホテそうなんですよ、ホテちゃんが自由すぎて私は切れるし、ホテちゃんは自由だし、マユはなんかずっと一人で倒して笑ってるし、もうカオス、画面の中がカオス。ヤスさんありがとうございます。あの3人は危険です。破壊神がドミノ得意だったら引きます確かにまとまる気配ゼロすぎた。まあでもまあそれがねいいみたいなとこあるよねって言い聞かせる。あの3人をまとめる人いるのかな。てか全体的にさ17期研究生のことまとめられる人がいない気がするんですけど、まとまっていつもまとまってるかって言われたらまとまってないので、多分誰も一人一人のことをまとめることはできないと思います。ゆきたんもまとめてるように見えて、別になんかまとめてるように見えるけど、しあの中ではまとめてると思うんですけど、でもかといってゆきたんも自由な時あるので、結局みんな自由みたいな。おのぴーさんありがとう。ゆきたんテスト中喋ってたの？知らない、聞こえないんだけど。またボソボソなんか一人で喋ってました聞こえなかった。また一人ごと言ってたのか。楽屋のゆきたんが騒がしいのが分かりました。所長に話しかけたなあー面白そう、ああいう感じなんですよ。もうみーは自分の声しか聞こえなかったテスト中。自分が喋ってる時の自分の声か、テスト解いてて誰の声も聞こえてないかのどっちかだったので、ゆきたんの声がね私のところまで届いてないんですよ。あとは9日の E 県の観覧のメンバーが発表されたんですけど、私いて来てくれる方いますか。あのメンバーの担任にはなりたくないです担任ね、あのクラスは担任持つのはきっと大変ですよ。行きます、待ってます。当たった、お、みんな当たってる。当たらなかった、いくよ、はい。お、結構当たってる。投げなかった、まあ確かに誰が出るかね発表されてなかったからね、投げね、あれだよね、一か八かって感じだよね。何をするんだろう、私たちも全然まだ分かんないんですけど。髪質変わった？変わってないよ、ほら絡まってる、踊ってきたから。バラエティ班の5人、私はバラエティ班ではございません。
そっか、8日が公園で9日がイーケンの観覧だから2日連続だ。また2日連続ですが、8日の公演は当たった方いますか？お、公演当たった。当たりました、当たりました、当たったよ。申し込まなかった。入ります。ブルーさんありがとうございます。もうさ、昨日のさ、昨日の夜のさ記憶がなくてさ、もう目覚ましかけてなかった。多分私今日やばかった、焦ったって感じだったんですけど、もうめちゃくちゃ焦りました。気づいたら朝だったし、いつ寝たんだろう。まばたきしたら朝になってた。しかも今もさ、こう曲流して動画でね踊りとか確認してるんですけど、って見てたらさ、気づいたらこうなってて、こうなってて、あ、とまた戻さなきゃって戻して、またこうなって、あ、また戻さないとってやってる、ずっと。もう今日もちゃんと目覚ましかけて帰ろうと思います。寝落ちした時ほど全なんか不思議な感覚ってないですよね。寝落ちして起きた時のあの不思議な感覚、え朝ってなる、あの感覚あんまり好きじゃない今おバブだよ。でもここ巻いてるけど、わかる？よく寝たーって感じがないじゃん、寝落ちしてバッと起きた時って。やばい寝ちゃったーみたいな感覚だから寝た気になれないんですよね。ちょっとあんまり好きじゃないけど、しゃあないしゃあない。遅刻しちゃった、大丈夫、人間ね誰しもね遅刻なんてするよ。寝相が悪い人と寝相がいい人、あ、でも私めっちゃ寝相いいって言われます。このまままっすぐ寝てるって愛ちゃんにもエリちゃんにも言われた。なんかみずみん、なんかふとパッ、愛ちゃんと合宿中一緒に寝てて、同じベッドで寝てたんですけど、愛ちゃんがあ、なんかパッて起きてみずみんの方見たら、みずみんに布団かかってなくて私だけが布団持ってて、ごめんねって言われたけど、私それ気づいてなくて、あ、大丈夫だよ気づいてないからって言ったら、みずみんなんかまっすぐ寝てたって言われましたまっすぐなんかもう直立で寝てまし、寝てたよって言われた。えりちゃんにもみずみんマジで、ね、なんか寝返りもしないしまっすぐ寝るよねって言われて、お母さんにはなんか私ここにこうやってやって寝てた日があったみたいで、それの写真撮られてたんですけど、お母さんがなんかお姫様みたいに寝てたよって言われました。なんか王子様待ってるみたいな寝方してたよって言われました。そう、なんかね、愛ちゃんに布団取られてたらしいんですけど、私眠りが深いのか分かんないけど、あの気づかなかった、愛ちゃんに布団取られてるの。だからあのね、愛ちゃんとの相性はめちゃくちゃいいのかもしれない。あ、よしひろさんありがとうございます。あきさんもありがとう。
だから愛ちゃんは寝相が悪くてみんな起こされ起こしなんか愛ちゃん起こしちゃうって言ってたけど、私は起きないので、もしかしたら愛ちゃんと私が一緒に寝るのが一番いいのかも。寝返りしないの疲れないのかな。多分寝返りしないのはね健康に良くないんですって。人間って1日15回寝返りしないと健康に良くないらしいですよ。なんか朝のテレビ番組で見ました。愛ちゃんと仲良しで可愛い。そう、愛ちゃんと仲良しなの。愛ちゃん誰かと一緒じゃないと寝られないから。しかもね、しかもだよ、私さ配信と配信の間にお昼寝してたんですよ。ちょっとだけ休憩時間の間もちょっと寝ようと思ってお昼寝してたらさ、蚊に刺されてたの2箇所も。私人生で蚊に刺されたことが今まで全然なかったの。刺されたとしても七夕で浴衣着て回ったその1回ぐらい、その1回ぐらい刺されたぐらいしかなかったのに、2箇所も刺されてて、もうなんか関東の蚊は美羽のことも刺すのか、美羽の蚊、美羽の血はお菓子しか食べてないからドロドロで美味しくないぞって思って、もうね、しかもお昼寝してるそのさ1時間もない30分ぐらいのさその短期間で蚊に刺されるってどういうこと。しかも2箇所も刺す必要ある？1箇所でさ、1箇所で吸ってくれよ。もう痒いんですけど、とっても痒いわ。あと何があったっけ。あとチェキ会がありましたね。あ、清水さんありがとうございます。チェキ会来られなかった方もいると思うんですけど、チェキ風私と一緒に撮ってる風な写真が送られるそうなので申し込んでみてください。ブレブレなんだけど。え、それさ言ったらさ撮り直し聞いてもらえなかった？私はもうちょっと近いのかなとは思ってたんですけど、あのもうちょっとなんかバストアップとはまではいかないけど腰上ぐらいかなと思ってたら、ちゃんと全身入ってたね全身だった。笑っちゃった面白くてカホにします、ありがとう。とあの大切にしてくれてたら嬉しいです。今度はじゃあミユのカメラでみんなと写真大会とかどうですか。あ、じゃあさ今度のさソロイベント今度あったらさ、ソロイベントでもチェキ会にしようよ。あ、なりくんさんありがとうございます。チチ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 、それはもうはやソロイベントじゃない。てかミユが欲しい、なんか私がみんなとの写真欲しいので、あのあ、なりくんさんありがとうございます。私の思い出作り、次のソロイベントがあったら私の思い出作りです。だからみんなとの撮ったチェキは私が全部いただくわそうです、水島用です。清水さんありがとうございます。我々お土産なしお土産か。あ、じゃあなんかチェキと、あ、そっかダメだね。お土産ね、どうしようね。なりくんさんありがとうございます。じゃあチェキあげられないから、じゃああれで撮影タイムね15秒ぐらいあなた変わってますね。
え、みんなとの写真欲しくない？みんなのチェキ欲しい、あ、みんなのチェキ欲しいので、あのお手紙に入れてくれてもいいですよ。みんなのピンプリとか入れてもらって全然あの嬉しいです。自撮りじゃないんだよな、紙で欲しい、紙で。ぜひお待ちしております。おじさん図鑑作るのか、違うよ違うよもう手紙送れない送ってください。楽しかったね。でももうそう、本当にさ、私はドキドキしてたのにみんなドキドキしないんだから、もう何なんだよ、なんだなんだ、何なんだ。釘とか歌う、打たないですよ。みんなのこと大好きだから打たないですよ。てか健吾さんはなんで来なかったの？みゆのところに来ると思って待ってたのに。ドキドキしてたよ。してないよ、絶対に。絶対に絶対にしてないでしょ。でも確かに手震えてたりする方はいらっしゃってね、そう、それこそ手震えてたりとかしてね、そういうのはなんか、あ、嬉しいなーって思いました。今度から震えさせますあんなに人の目をじっくり見ることないから緊張した。そんなにさ目見ないじゃん、こうやって緊張したわ。全身震えててもないじゃん全身は震えないでください。みゆちゃんの背後に魂だけ言ってました。あ、じゃあみんなのチェキがブレてたのはオノピーさんの魂が飛んでたからなのかなそういうことか。スリーショットだったのかツーショットじゃなくて、もしかしたらスリーショットだったかもしれない。珍しくチェキ緊張しなかった。うわ、それはミエのこと好きじゃないって言いたいの？どういうこと？まあでもね、来られなかった方がたくさんいるからさ、スリーショット嬉しいよ。ミエはスマホの裏にチェキ挟んで、これ彼女をって言いたかった。彼女をとは言えないでしょ、アクリル板越しなんだもんねオンラインではハートをブレさせました。そうだね、ブレさせる神様みたいな。幕張会えます、待ってます。北海道も緊張、みーもなんかちょっと緊張する。あ、今お話し会販売中で残りわずかの部があるので、ぜひ皆さんお早めにあのお願いします。天使破壊神殿、いや天使じゃん。3人が天使いるなんて。天使天使の連だね。パタ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 
天使？天使でしょ？天使だよ。天使。女神だよ。あ、そっちか。女神の方だったか。天使だよ。うるちゃんありがとう。皆さん今日は何食べましたか？私はもう夜ご飯を5時ぐらいに済ませました。私が今日食べたものは何でしょう？当てられたらみゆの生き量があなたのお家に行きます。なんでしょう。あ、当たってる方がいるからミーの生き量飛ばしとくね。一人当たってたからミーの生き量飛ばしました。今あーでも一人しか当たってないから一人にしか送れないかな。プーンって今飛ばしました。あー全然当たらないですね。やっぱ一人しかあれですか、飛ばせませんか私。正解言っちゃう？もうみんな言いました？私の予想したご飯みんなもう飛ばないよ。みんなの家行かないよ。みんなのお家今当てないと。行きますよ答え。一人だけでした。せーの、うどん。うどんって言った方の家に生き量飛ばしてます。もう飛ばしました。うどんです。うどんを食べました。美味しかったです。正解者の家に集合です。いいね焼きそば。もっと飛ばしたかったんだけどな。生き量もっといろんなとこ飛ばしたかったんだけどみんな当ててくれないから。悲しい。じゃあ次も飛ばせるようにたくさん貯めとくね、パワーを。うどん後出しの家には生き量はいかないよ。何うどんですか？あれ何うどんだったんだろう。あれ何うどんなんだろう、わかんないです。なんかタレ。あ、答え言っちゃった。問題にする前に答え言っちゃった。タレです。なんか醤油みたいなタレ、普通のやつです。このリップさすぐなくなっちゃいそう。
まだ買ったばっかりなのに、もうここまでない、ここまでしかない。このリップめっちゃいいんですよ、美味しくて。タレって言わないの？うどん、うどんってなんて言うの？タレ、タレじゃなかったらつゆ、つゆか、つゆでした、つゆ。だしは違うっしょ、だしはつゆを作る元だもん。だしは鰹節とかでしょ、だって。Do you? Do you? うどん屋さんのうどんが食べたいけど、今はお腹いっぱいすぎてうどんの話はしたくない。つゆ、プロポーズしたい人生だった。プロポーズは自由ですよ、するのは自由だよ。麺見つかってた？え、麺見つかってないと思うんだよね、私。多分使ってない気がするんです、麺見。麺見ってさ、知らなかったもん、みゆ。久しぶりの遠征で楽しみ。嬉しい。楽しんでね。プロポーズはするのも自由だし、断るのも自由。ネタロウさん、ありがとうございます。お母様と結婚して、なんで一生好きな食べ物与えます。ちょっといいな。プロポーズ断られることあるんじゃない？ありますか？結婚して考えとく、ありがとう。コウさん、ありがとうございます。チチ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 、ありがとう。シンデレラ城なら断られなさそう。どうなの？人によるんじゃないですか。シンデレラ城でも嫌な人だったら嫌でしょ。断られるのはあると思うよ、全然あると思いますよ。嫌な人とシンデレラ城いかんやろ。いや確かに、そっか、確かに。うわ、そう考えるとそうかもしれないです。カップルでディズニーってどんな感じなんだ。絶対喧嘩するでしょ。行ったことありますか？楽しいのか？それはないです。なかったか。ディズニーの帰りに振った人知ってるから普通にあると思う。で、やっぱり普通にあるって。USJ ならなんなら泊まりで行くでしょ。
あそこのディズニーのホテルですか？オタクとなら行ったことあります。みんなで行ってくださいよ。ディズニー行きたいな。でも夏は無理だから早くさ冬になってほしいな。10月11月ぐらいに行きたいです。11月ぐらいがいいかな。早く11月ぐらいになりたい。11月12月ぐらいに行きたいです。1ヶ月は寝込むな。別にディズニーの帰りじゃなくても寝込むでしょ絶対。知らないけど。なぜ冬？暑いのは嫌いだから。クリスマス綺麗。あ、でも17期研究生のみんなで行った時もツリーやってた気がするよ。11月に行ったけどツリーやってた気がする。そうだね、生誕祭の次の日だった気がする。暑いより私冬い方じゃない、寒い方が我慢できるんですよね。暑いの我慢できない。次の日だったの。体力えぐいね。あのコロナなりましたね。その時ちょうど B 公演もあって、その月に B 公演もあって、アンダーで B 公演の練習も夜遅くまでやってて、で生誕祭やってディズニーに一日中行ったらコロナになりましたね。それでね、アンダーが1回目ができなくなって、もうあんな思いはしたくないです。とても辛かったです。とっても辛かったので、もうあんな思いはしたくない。もういろんなのがね、もう悲しかったよ。みよ全部悲しかった。そうだからディズニーとかは忙しくない時に行くべき。当たってたな。当たってたな。波動も出れなかったし、他の案件も入ってたり、案件活動も入ってたのに、それも別の子に変わっちゃったりとかしたのがメールで来るんですよね。誰々に変わりましたみたいなのが来た時に、あーこれめっちゃ楽しみにしてたのになーって、これすごい楽しみだったし、めっちゃお母さんにも言うぐらい楽しみにしてたのになーってなって、熱出ながら一人で泣きました。だからもうコロナだけは絶対にかかりたくない。めっちゃショックだったよ。そう、そんなことがあったんですよ。僕も泣いてました。健吾さんが泣いてる理由別だもん。だって波動も B 公演も当たってたな。ねえ、先輩にも迷惑かけてしまったし、私が出れないことで申し訳ございませんでしたね。だからね、6月もねちょっと気をつけないといけないなと思って、体調忙しくても体調だけはねちゃんと自己管理しないといけないと思ってます。ちょっとなんならその頃、その11月の時よりも今の方がありがたいことに結構予定が詰まってるから気をつけないといけない。今もうめちゃくちゃ、もう今決まってるのだけでめちゃくちゃ大事なねイベントがたくさんあるからさ、絶対にそれだけは行きたいしやりたいので。当時も夜勤してたっけ。当時も夜勤祭りでした。当時毎日の夜勤してた。
そう、当時も焼き祭りだったんですよね。ね、札幌近いから気をつけようね。みんなも気をつけてくださいね。皆さんも来られるように気をつけてください。え、でもなんかさ、台風来るんでしょ。なんか台風来るみたいな。いけるよね。R1 とヤクルト1000おすすめ。ありがとう、買います。今日買ってみる。今日じゃあ R1 買ってみるね。11日に沖縄来、お、じゃあ大丈夫かな、ギリギリ。台風って英語で台風なんだよ。面白くない？日本語やんって思った。台風、あれハリケーン、あれ台風じゃないの、あれ台風だよね。あれハリケーン、台風だよね。台風は台風、ん？わかんない。面白いよね、台風。え？日本語じゃん。何が違う？え、なんで、な、え？台風、え？台風っていう文字を作っただけで本当は英語なの？台風って英語、え？台風って日本語じゃなくて英語なのかな？おもろい、おもろい。太平洋は台風、ハリケーンは大西洋。太平洋は台風、ハリケーンは大西洋。おもろ、なんか面白い。え、なんかさ、太平洋と大西洋のタイの文字が違うじゃないですか。それのさ、覚え方皆さん習いましたか？習ったことある？大西洋と太平洋の漢字の覚え方。私はそれを聞いてから間違えることがなくなりました。教えなーい、教えなーい、教えません。気になるでしょ、教えません。絶対に教えません。知ってるよ、知ってるよ、だって書けるもん。でもこうやって謎なことが増えるとみんながミユのことを考える時間が増えるんですよ。にしししし、にしし、もうだから大西洋とか太平洋とか見た瞬間にミユのこと思い出すようになっちゃった。にしししし、そうだから太平洋とか大西洋とか聞いたらもうミユのことがポーンっ
って頭の中に出てくるよ。だってさ、高校の時のお友達もミユが話してたこととか、私がしてたことをね、してたものをね、思い出すとね、私のことを思い出すって言ってた。私友達の焼きプリンの焼き目剥いでたんですよ、あのお弁当の時。私焼きプリンの焼き目嫌いだからさ、今は食べれるんだけど、その当時苦手で、そうで、お友達の自分のじゃないのにね、そうお友達の焼きプリンの焼き目を剥いでたんですよ。そしたらこの前友達から焼きプリンの写真を送られてきて、焼きプリン見たら剥がれてたことを思い出した、トラウマだって LINE 来ました。しかも友達の、別に自分食べるわけじゃないのに友達のやってました。ほら、だからみんなもミユのこと思い出すんだ。こうやってみんなはミユのことをどん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 思い出して、頭の中がミユでいっぱいになるんだ。うしししし。友達にはね、なんかそういうことしかしてなかったね、みゆね。あとなんか何してたかな。でも今思い出せるのはそれぐらいかな。でもこの話したから焼きプリン見たらミユのこと思い出しちゃう。帰り道気をつけて、ありがとう、おやすみずみん、かゆかゆ。ありがとうございます。焼きプリン食べたくなっちゃった。焼きプリンアイス出てるよね、美味しそう。焼きプリンアイス、あ、食べたかもしれない、この前。まあそんな感じですよ。そういうね、狙いが私にはあるわけで。だから太平洋と大西洋の秘密は教えません。ちなみに私が一番好きなプリンはね、コンビニで買えるのだったらなめらかプリンが好きです。で、どっかの美味しいプリンってなったら、前に紹介した、なんだっけ、私が好きなプリン、前ショールームで、東京駅とかモロゾフさんのプリンが好きです。なめらかプリンとモロゾフさんのプリンが大好き、美味しい。私は固めよりなめらか派です。食べたいなプリン。ホイップメロンパン食べたい、今も好きだよみゆ。マジで、あのね、お披露目前に北海道から東京に毎週通ってたんですけど、その頃の私のその飛行機から降りてレッスンまでの空き時間の過ごし方は、
空港でホイップメロンパンをファミリーマートさん あのホイップメロンパンを食べて過ごすっていうあれがありました。プッチンプリンは熱あるときに食べたいんですよね。プッチンプリンは熱出るときの食べたい。めっちゃ美味しいよ。メロンパンは一生分食べた。また作ってよ。また作ってお話し会で見せてよ。エクレア昨日食べた。エクレア昨日買ったエクレアさ、生クリームだと思って買ったらチョコクリームで、ちょっと悲しかった。私はエクレアの中身はチョコクリームじゃなくて生クリーム派。あとシュークリームの中身はカスタードと生クリームどっちも入っていった方がいいです。カスタードだけじゃやだ。生クリーム単体か生クリームとカスタードがいいっていう食のこだわり。めんどくさいでしょ。コーヒーゼリー食べたことあるよ。全部生クリームがいい。そうなんだよね。カスタードもいいんだけどさ、カスタードより生クリームの方が好き。58分ライブランキング見ます。15位、泉さんありがとうございます。14位、クリンピーさんありがとうございます。13位、森蔵さんありがとうございます。12位、コウさんありがとうございます。11位、玉龍さんありがとうございます。10位、ブルーさんありがとうございます。9位、ヤスさんありがとうございます。8位、坂本さんありがとうございます。7位、キラキラボイさんありがとうございます。6位、ウルちゃんありがとうございます。5位、オノピーさんありがとうございます。4位、アッキーさんありがとうございます。3位、清水さんありがとうございます。2位、ネタロウさんありがとうございます。1位はなりくんさん、ありがとうございました。ということで、この後もレッスンあるんですけど頑張っていきたいと思います。ちょっと息抜きができてよかったです。では皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はあ、ではしたんけー、おやすみすみー、バイバーイ、バイバーイ。眠たい。20時にならない。お疲れ様でした。バイバイ、おやすみすみ。全然なんないんだけど8時。あ、なった。おやすみすみ、バイバーイ。